はい、望月凛です。今回は時給70万円の経営コンサルタント、サチン・チョードリーさんの書かれたお金に強い人、弱い人を解説していきます。この本は一言で言うと、お金持ちになる方法が書かれたものだ。ね、ちょっと待ってください。その前に時給70万円？何者ですか、そのサチンさんって。うん、サチンさんは日本が大好きなインド人で、パナソニックや日産、東芝など名だたる企業で金融や経営のアドバイスをされている方だ。コンサルの仕事以外にも不動産や株式で莫大な利益を上げている、いわばお金持ちのプロだな。お金持ちのプロ？すげえ。ああ、だがそのサチンさんも昔は夢も希望もなく、自分がお金持ちになれるなんて想像もできなかったそうだ。え、てっきり生まれつきお金持ちの家とかだったのかと。この本ではそんなサチンさん自身がお金持ちに変わることができた経緯をもとに、お金に強い人とお金に弱い人の特徴が詳しく解説されている。もちろんどうやったらお金持ちになれるのかもバッチリ紹介されているぞ。おお、お金持ちになる方法を知りたいです。今回の授業を受ければ、お金に強い人と弱い人の特徴を知り、お金持ちになるための第一歩を踏み出すことができるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は、お金持ちになるかどうかは自分で決める。だな、いきなりだが、お前はお金持ちになりたいか？そりゃなれたらいいなって思いますよ。うむ、それだとお金持ちにはなれないぞ。え、どういうことですか？いいか、お金に強い人というのはお金を自分で増やすことを考えている。だがお金に弱い人というのは、何かがどうにかなってお金持ちになれたらいいなぁと思っているだけで何も行動しない。要するに人生が人任せ、運任せだ。それだと永遠にお金持ちになることは難しい。確かにそうですよね。逆にお金に強い人というのは、人生を他人任せにしない、他人任せにせず自分で選び、自分で決めて生きていく、そういう生き方をしていると毎日が充実し、情熱が湧いてくる。情熱ですか？ああ、世の中のお金持ちに成功するために必要なものは何ですかという質問をすると、情熱と答える人が圧倒的に多い。本気でお金持ちになるという情熱を持つことが、お金持ちになるためにはとても大切なんだ。そうなのか。ああ、つまりお金持ちになるかどうかを決めるのは自分次第ということだ。次は、お金はいいものだと信じる。だな、お金に強い人はお金をいいものだと信じているが、お金に弱い人というのはお金をどこかで疑っている。ん？どういうことですか？うん、お金が大切だというのは世界共通の常識で、著者の育ったインドでも子供の頃からお金の大切さを教えられ、食卓では、あの人はビジネスや投資で成功したのよ、お前もあんな風になりなさいというような会話がされ、家族団らんの時間では、モノポリーや億万長者ゲームといったお金持ちを目指すボードゲームを楽しむ。そんな育ち方をしているので、インドの子供たちはお金をいいものだと信じて、将来はお金をたくさん稼ごうと考えるようになるんだ。結果、今や世界中でインド人の大富豪が活躍しているというわけだ。へえ、そうなんですか。ところが日本人には、お金は良くないものと思い込んでいる人が多い。お金持ちを見ると、裏で何か悪いことをしているに違いないという決めつけをして、お金イコール汚いものという認識が強いんだ。確かにお金の話ってちょっと下品なイメージありますよね。ああ、そういう感覚の人は多いだろう。その影響もあり、日本人は節約には興味があってもお金を増やすという意識は極端に低い。実際欧米と比較すると、総資産のうち投資にお金を回している割合はアメリカ 52%、 ヨーロッパ 29.3%、 日本 15.1% と、いかに日本人が投資をしていないかがわかるだろう。そんなに違うのか。確かにお金があれば絶対に幸せになれるというわけではないが、お金があれば人生の選択肢や自由な時間が増えたり、寄付をしたり人助けをすることだってできる。お金に強くなりたいのであれば、お金はいいものだと信じることだ。次は、誰かのためにお金持ちになる。だな、お金持ちになるためにはゴールや目的が大切だ。ゴールですか？ああ、なんとなくぼんやりお金が欲しい人よりも、これをやりたいからお金が欲しい人の方がより強い情熱を持つことができる。なるほど、それもそうですね。
ただこのゴールや目的の決め方でもお金に強い人と弱い人の差が出てくる。お金に弱い人は自分の贅沢のためという目的でお金持ちになりたいと考えるので、どうしても後ろめたい感じがして情熱も湧いてこない。お金持ちになろうとすると、あいつはお金のことしか考えていない人間だと思われるんじゃないかなどと不安になり、ためらってしまうんだ。あー、それなんとなくわかります。だがお金に強い人は誰かを喜ばせるためにお金持ちになりたいと考えろ。例えば家族を喜ばせたいからお金持ちになりたい、子供の夢を応援するためにお金が欲しい、美味しいものを親に食べさせたい、こういう思いは否定されるようなものじゃないだろう。うんうん、すごいいいことだと思います。そして誰かを応援したい、誰かに喜んでもらいたいという目的でお金持ちになろうと考えていると、情熱が湧いてきてパワーが出てくるんだ。誰かを幸せにするためにお金持ちになるのか、確かにそれの方が頑張れそうな気がしますね。次はすぐに動いて小さく始めるだな。何かを始めるとき、お金に強い人はすぐにやろうとするが、お金に弱い人はすぐに言い訳を見つけて動かない。このスピードの差もお金に強い人と弱い人の大きな違いだ。言い訳ですか。例えば投資を勉強するセミナーに参加すると、まず証券口座を作ってみましょうという話が出る。お金に強くなれる人はセミナーから戻ったらすぐに申し込みの手続きをする。だがお金に弱い人は、お金がかかるんじゃないか、何か売りつけられるんじゃないかと、口座を作らない方がいい理由をどんどん頭に思い浮かべ行動しない。なるほど。これは何も証券口座を作るということに限らない。何かチャンスにつながりそうなものがやってきた時も、やらない言い訳を並べて行動しないんだ。失敗するかも損するかもと言い訳をして行動しない。なんか思い当たるかも。お金に強い人というのは、思いついたらとにかく小さく始めてみる。人生を変えるのに大事なのはスピードだ。お金持ちになりたければ何でもまずはすぐ動いて小さく始めてみることだな。次は自分をちゃんと管理するだな。お金に弱い人の特徴として、自分の管理ができていないというものがある。お金に弱い人は人生においてなんとなく生きていることが多い。つまり自分自身を管理したりコントロールすることなく流れのままに生きているんだ。言われてみればそうかもしれません。特に健康に注意しているかどうかというのは、お金に強い人と弱い人ではっきり差が出る。え、そうなんですか。ああ、人間は病気になったらいくらお金を持っていようがどうしようもない。お金持ちはそれがよく分かっているから健康に気をつけている人が多い。ツイッター創業者のジャック・ドーシーも朝5時半に起きて1時間瞑想した後、約10キロジョギングしてから出社するのが日課だそうだ。朝から超健康的。逆にお金に弱い人ほど自分の健康に注意していないから、夜中にラーメンを食べたり平気で睡眠時間を削ったりする。ぐくー。時間の管理についても同じだ。お金に弱い人の口癖は、忙しくて時間がないだな。だが時間は誰にでも同じだけ与えられている。要するに使い方の問題、言い換えれば管理の問題なんだ。お前も忙しくて時間がないとか言いながら、仕事から帰ったらダラダラとゲームしたり YouTube 見ながら夜更かししていたりするだろう。おっしゃる通りでございます。お金に強い人というのは時間を管理し効率よく使っているんだ。使える時間はしっかり管理すれば、もっともっと生み出すことができる。その時間で学ぶこともできるし、さらに稼ぐことも可能だ。だからお金に強くなりたければ健康と時間をしっかり管理することだ。次は計画や予算を決めるだな。お前、今自分の財布にいくらお金が入っているかわかるか？え、大して入ってなかったと思いますけど、もう覚えてないですね。そうか。お金に強い人は今の財布の中身をわかっているが、お金に弱い人は今の財布の中身を知らない。俺ですね。会社で仕事をしていれば当たり前のように予算や計画を決めるだろう。はい、予算決めずにやってたら会社潰れちゃいますよ。どうして個人の家計になるとそれをやらないんだ？はっ、言われてみれば。会社でも個人でもお金をしっかり稼ぐためには予算や計画が必要なのは同じだ。そして計画や予算を立てる前に必要なのが、現状をしっかり確認しておくことだ。何にどれだけ支出があるのか、収入は毎月いくらなのか、財布や銀行口座にはいくら入っているのかと現状を把握していなければ、使ってもいい金額も投資に当てていい金額もわからない。確かに。
特に給料日前でお金がないとか言っている人は無計画でお金の管理ができていない。俺だ。基本的にお金を作る方法は2つしかない。入ってくるお金を増やすか、出ていくお金を減らすかだ。だからまずは今ある出費の一つ一つが本当に必要な出費かどうかを意識して洗い出してみるといいだろう。それから毎月何にいくら使い、いくら投資に回して、いつまでに何のためにいくら貯めるなど予算や計画を立てるといいぞ。わかりました。次は素直に学び続けるだな。お金に強くなれた人、なれなかった人の分かれ道はお金について学んでいるかどうかだ。しかも素直に学び、それを続けられているかどうかがポイントだ。ふむふむ。これはスポーツや楽器、仕事でも同じだ。誰でも最初から詳しい知識は持っていないし、天才と呼ばれる人たちだって最初は初心者だった。そこから学び、練習し、経験を積み、どんどん上手くなっていくわけだ。確かにそうですよね。ところがお金についてはその発想が抜けている人が多い。何も学ばず練習もせずにいきなり株や FX で大儲けできるのではなどとプロの真似事をして大失敗したりするんだ。あー、確かにそうですね。だからお金持ちはお金の勉強をするためにお金を払って本を買って学ぶ。さらに言うと謙虚な姿勢で素直に学び続けている人がとても多いんだ。うまくいった時はラッキーだったと考え、失敗からは学ぼうとする。逆にお金に弱い人はうまくいったら自分は天才じゃないかとうぬぼれ、失敗したら誰かのせいにしたがる。その差がいずれ大きなお金の差になるんだ。学び大事ですね。最後はお金持ちと仲良くなるだな。もしお金持ちになりたいのなら絶対にやった方がいいことがある。何でしょう？それはお金持ちに学ぶということだ。お金に強くなれた人は積極的にお金持ちから考え方ややり方を学ぼうとするが、お金に弱い人というのはプライドや嫉妬心が邪魔をして案外これができない。なるほど。お金持ちの多くは謙虚な姿勢で常にいろいろなものに向き合っている人で、何より実際に成功していて見習うべきところがとても多い。そのために人付き合いを変えていくことが重要だ。人付き合いですか？ああ、自分より年収の高い人や自分よりポジティブでエネルギーのある人を見つけて、なるべく近づいて輪に入れてもらうんだ。そういう人たちと仲良くすると様々ないい刺激や影響を受けて毎日がワクワクしてくるはずだ。ふむふむ。だが自分と同レベルの心地いい仲間の輪から出ていくのはなかなか難しいものだ。今までと同じことを続けていく方が断然楽だからな。確かに人付き合いを変えるって大変そうですね。うん、ましてや自分より高いレベルの人たちと付き合うとなるとストレスも生まれるだろう。だからこそお金に強くなりたければ本気で決意しなければならないんだ。この決意が持てるかどうかが人生の分かれ目だ。本気の決意か。わかりました。まとめだな。お金持ちになるかどうかは自分で決める。お金はいいものだと信じる。誰かのためにお金持ちになる。すぐに動いて小さく始める。自分をちゃんと管理する。計画や予算を決める。素直に学び続ける。お金持ちと仲良くなるだな。なんかお金に対するイメージが良くなりました。それに自分はどうせお金持ちになんてなれないって思い込んでましたが、本気で決意すればお金持ちになれるんじゃないかっていう希望が湧いてきましたよ。うん、最初から諦めてなるようになれでは決してお金持ちにはなれない。お金持ちになるかどうかは自分次第だし、なると決意したならちゃんと本気で行動することが重要だぞ。はい、まずは自分の健康管理やお金の管理をちゃんとやろうと思います。それがいいな。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。